さんこんばんは、ビレゼンド鍵谷でございます。本日はですね、七夕企画として、まあ、皆さんの夢、願い叶えますよということで、X でポストいたしましてですね、まあ、その中で、会社見学をしたいということで、お話をいただきました、ママちゃんさんですね、に、今回、実際会社の方にお越しいただきました。で、まあ、いろいろこの後ね、会社の方を見ていただいて、で、あとまあ、YouTube のライブにもですね、ちょっと出ていただこうかなと考えておりますので、またそのあたりの様子も追ってご紹介できればと思います。ちなみに、まおちゃんさん、今回はですね、はい、ご応募いただいたわけなんですけど、はい、ちなみに、なんで今回手を挙げていただいたんですか？ずっと好きで、うん、もう毎回いろんな味試して、なるほど。飲ましてもらってた会社だったんで、たまたまその社長のポスト見て、あ、じゃあ行ってみたい。なるほど。応募しました。普段ご愛いただいてて、はい、まあ、たまたま私のポスト見ていただいて、ご応募いただいたと。はい、なるほど。先ほど、まあ、会社もすでに見てもらったんですけれども、まあ、会社の方をご覧いただいて、はい、で、実際その試飲もね、はい、ご参加いただいているわけなんですけれども、まあ、試飲参加、まあ、あと会社ちょっとご覧いただいて、まあ、どんな感じでしたか？なんかあんなにこうたくさんの人で試飲してるとは思ってなかったのと、うん、すごいなんかこう微妙な違いとかも皆さんこう意見言い合ってて、すごい、まあ、でもなんか割とこう、ね、皆さんこうそんなになんか社長だからとかっていう感じじゃなくて、こう素直な意見をぶつけるような感じで、なんかこう言いやすい環境なのかなと思いました。もう普段から結構ね、もう新卒にもケチョンケチョンに言われてるぐらいなんで、まあそのあたりはまあご覧いただいた通りかなと思うんですけど、はい、まあ本当、まあ今回はホエイ自体の原料のテストと、あとはまあいくつか新しい新製品のテストですね、の方を実際飲んでいただいたんですけど、まあ実際ですね、今回ママちゃんさんにもですね、だいたい10人程度をチェックするメンバーがいて、で、またまあ2段階、3段階と何回か、検査を重ねるんですけれども、まあ、その中の一ご意見としてですね、うん、これ OK だ、採用だとか、ダメだとか、味がどうだとか、なんかそういうお話もですね、いただいて、実際そのあたりもご参加いただいたので、まあ、ママちゃんさんがね、GO を出した原料、あるいは製品がですね、またこの近々ですね、こう世に出ることがあるんじゃないかなと思いますので、そちらも楽しみにしておいていただければと思います。ではですね、会社見学の方、3階の方から見ていきたいと思います。はい。すいません。大丈夫ですか？前見えますか？はい。どうぞ。じゃあ、その上ちょっと案内してください。はい。じゃあ、こちら。どうぞ。ちょっと中だけね。こんな感じで、下の階はこんな感じで、総務部、経理等がございます。なんかもう、なんか。ありがとうございます。はい、では4階のフロアでございます。はい、じゃあ早速こんな感じでね、行きたいと思います。はい、では行きましょう。どうぞ、サメご案内お願いします。こちらラボですね。失礼します。ラボこんな感じです。あ、どうぞどうぞ。ちょっとチラッと、ありがとうございます。マーケティングの今の単語残りますけど、単語がダクダク。どうもトイレから出口が。これがこれが新しく試す商品 でこれが今の既存の商品ですね。全部マスなんで。味付けなしの、もうホエイの、もう何もない、本当にそのミルクからできたそのホエイの原料です。のテストですね。よかったら、これが今、メインで使ってるもので、どれからとか飲んだ方がいいとか。そうですね、これがまあ今使ってる既存のものだなっていうことで、で、これとこれが、まあ、他でも使えるかなっていうことを検討するっていうことですね。違いを感じてもらえればいいかなと思います。うちの商品で原末っていうものは、うん、まあこれに近いと思ってもらったらいいと思います。まさにその原末なんですね、うん、元になる、うん、WPC 対応できると思った方、テストお願いいたします。わかんないですね、なんかまあ飲んで飲めるかなって思ったら。はい、ではサテライトの方にやってまいりました。本日もライブを始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。
今日は初ゲストですね。初のゲスト、ママちゃんさんにお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。会社も巡られたって感じですよね。はい、もう巡っていただいて、会社巡ってもらうのを忘れてこっちに来て思い出してもう一回会社戻って巡ってもらいました。あ、なるほど。行ったり来たりして、そう。ではもうちょっと早速行きましょう。にあるこちらの懐かしのカフェオレ風に販売していきたいと思います。いただきましょう。結構いつもプロテイナでやらせていただいているので、プロテイナでいきましょう。行きましょう。行きましょう。プロテイナー。プロテイナー。ようこそ。ありがとうございます。ようこそ、ようこそ。一気に飲まなくていいですよ。あとでちょっと飲んでいくからね。おいしいな。ああ、紙パックで飲みたいな。牛乳パックだな。牛乳パックの紙パックで飲みたいですね、これ。今日もうまい。